の下をよろしくお願いします。お願いします、はい、今日は夏なんで船の上でやっていこうと思っております。テイク2です。テイク2です今日はバーストの船の上で、やっていくんですけども、船の上でもできるエクササイズをね、今日はやっていこうと思います。今日はアバラですね。アバラ前回やったアバラがね、しまった、運動があるんですけども、それの10分バージョンでやっていきますので、一緒にね、パスクやっていきましょう。ではいきます。3、2、1、まずクロスいきます。ロングブレス、お腹でグーッと持っていきましょう。吸って、はい、今度しっかりお腹を締まります。グーッとあばらをしっかり絞って吸って、そうそうそう、しっかり絞ります。で、しっかり維持してね、キープして、絞る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 、で吐いて、絞る絞る絞る、内臓をほぐしていきます。はい、あばらの裏ですね、裏をほぐしていきます。汗すごいですね。熱いですね、これね。なかなかいい感じで、天気もいいし。いいですね。これは、肝臓とか胃とかが固まってしまってると、あばらがしてしまわないんですね。なるほど。はい、もうその、食生活が悪いと結構ね、張ってきますので、しっかり内臓をね、ほぐしていきましょう。結構重きし、やる感じですか？はい、グラッと。胸筋ほぐします、はい、その胸筋、胸の筋に固まっているとあばらを上げちゃいますので、しっかりここほぐしておきましょう。今回も痛いですね。痛いですね。痛い場所をグリグリ、筋肉をしっかりほぐしましょう。指に3本でほぐしていいと思います。しっかり後ろでしっかり引いて、肩甲骨が後ろに引けることによって自然と肋骨が締まってくる、そういった運動レースがありますので、後ろにしっかり肩甲骨引きましょう。
クロスですね。しっかりねじってお腹を意識ですね。しっかり意識、上半身と足をねしっかり近づける。内臓口、内臓口しましょう。しっかり裏をグリグリと、硬い人はね結構痛いと思うんですけどね、しっかりいきましょう。結構炭水化物が多い人は右の肝臓系がね負担きてますね。炭水化物とかお酒とかですね、あとはまあサプリとかね、薬系が普及が多い人もこの辺は。胸筋をし、はい、はい、胸筋をしっかりほぐして、脂がねしっかり上がらないようにほぐしていきましょう。3本でグリグリといきます。体幹ね、途中ね、入ってきて、自然なんで何が起きるか分かんないですね、はい、ここはしっかり後ろに寄せます。しっかり後ろに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 、今
その時背中の筋肉ですね、僧帽筋肉、両頸筋筋肉を使ってます。場合はしっかり船の上でしっかり運動していきましょう。はい、そうですね。今回はね、淡津さんの船からね、お届けさせてもらいました。はい、そして今回ですね、コラボしてもらった淡津さんの、YouTube チャンネル、下の概要に貼ってますので、もう世界一分かりやすいね、若手社長が教えるビジネスチャンネル、ぜひ、ね、チェックしてみてください。ぜひぜひお願いします。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。